大堀123の YouTube ラジオ。あの日、3月11日から昨日で2年、日本中が驚き、悲しみ、苦しみ、涙したあの日から2年、僕たちはまたいつものように何事もなかったかのように日々を過ごしています。11日時点で死者は 15,882 人、行方不明者は2668人、震災による関連死者は2303人、これを合わせると2万人以上ということになりますが、被災地ではすでに復興に向けて乗り出していますが、除染作業、仮設住宅の建設等が進まず、道のりはまだ遠いです。2年が経った今だからこそ、決して忘れてはいけない3月11日から、幸せって何ですかをテーマに今日は30分お送りしたいと思います。最後までお付き合いください。数年前に訪れた美しい東北の風景、また訪れたいと思った。感動を与えてくれた。また元の美しさ、輝きを取り戻すことを切に願う日々です。ではまずは僕の弾き語りから聞いてください。君へ。落ち込んでるの？どうして泣いてるの？君らしくないじゃないか。どうして落ち込んでるの？どうして泣いてるの？君らしくないじゃないか。頑張りすぎたんだね。無理しすぎたんだね。頑張りすぎたんだね。無理しすぎたんだね。そんな君に頑張らなくていいよ。無理しなくていいよ。辛いこと考えずに自分の道を自分なりにゆっくりゆっくり歩けばよい。どうして怒ってるの？どうして無口なの？君らしくないじゃないか。
どうして怒ってるの？どうして無口なの？君らしくないじゃないか。気を使いすぎたんだね。疲れたんだね。気を使いすぎたんだね。疲れたんだね。頑張らなくていいよ。無理しなくていいよ。辛いこと考えずに、自分の道を自分なりに、ゆっくりゆっくり歩けばよい。さあ顔を上げて、涙を拭いて、ゆっくり立ち上がろう。そう無理せずにね。頑張らなくていいよ。無理しなくていいよ。辛いことを考えずに、自分の道を自分なりに、ゆっくりゆっくり歩けばよい。歩けばよい。皆さん、いかがお過ごしですか？大堀一二さんでございます。久々の YouTube ラジオですけれどもね。随分長編ラジオはちょっとできない状況がずっと続いてましたけれどもね。まぁ、ちょっと今日は短く、30分ぐらいでね、今日久々に YouTube ラジオっていうのを短めにやっていきたいと思います。まぁ、先ほど、まぁ、ちょっとオープニングでも言いましたようにですね、3月11日、僕は今日、今収録してるのが3月12日の夜中の1時55分なんですけども、つい昨日は、3月11日、東日本大震災からですね、まあ丸2年ということで、だったわけなんですけれども、まあ昨日はね、テレビでも震災の特番が非常に多くてですね、ついさっきまで、テレビでもいろんなね、各局あっておりました。ただね、まあ、大きく違うなと思ったのは、震災、あの日、まさにあの日ですが、本当に自粛ムードという言葉がありましたが、自粛でね、CM を各企業のね、CM の、企業の方々の CM なんかも流れたのが、AST、ね、公共広告機構って昔言ってましたけど、あれの公共 CM に全部変わっちゃって、あともう震災の本当に特番だけがっていうことになっていたんですけれども、まあ、今日は普通の、まあね、いつものように CM は流れてたし、まあ、先ほども言いましたように、本当にいつものような、まあ、日々がこう、ずっとね、いつものようにというか、何事も、震災っていうものをね、
消えてもちろんなくならないんだけども、もう本当に何事もなかったかのような、そのね、あの日々にもうすでに戻って、まあ、すべてがすべてそうじゃないと思うんですけれども、なっていますけれどもね。皆さん、本当に先ほど言いましたが、いかがお過ごしでしょうか。いろんなね、全国、日本全国の方々がね、まあ、このチャンネル覗いてくださってるっていう、本当ありがたい、大堀仁さんのチャンネルをね、本当に支持してくださる方も何人かどうもいらっしゃるんだと思うんですけども、ね、弾き語りが好きとか、アコギが大好きだよ、音楽が好きだよっていう人のための、本当チャンネル、まあ、それに限らずですね、本当に興味があれば、本当どしどし覗いてきていただきたいというチャンネルですんでね、中には、まあ、ちょっとまだわかりませんけども、まあ、東北の方々のね、知識でも、の方々もひょっとしたらこのチャンネル覗いていらっしゃるかもしれません。いかがお過ごしでしょうか、東北の皆さん。まあ、最近ね、本当にこの、まあ、ラジオ含めてですね、これ僕は主力としてるんですけども、本当に人の心が癒されるとかね、そういったことも一つ大きな、まあ、気持ちとしてね、あるんで、ぜひまあ、機会があれば、このチャンネルね、いつでも覗きに来ていただきたいなと思います。僕最近ね、まあ、僕の最近のモットーがね、一日がハッピーっていうのが最近なんかモットーでね、まあ、僕まあ、こういうことやりながら、まあ、ね、ちょっと、まあ、工場の仕事なんかやってんだけど、まあ、きついことも多くてね、まあ、いい人ばっかりじゃないし、頭に来ることも多いんだけど、まあ、なんだかんだ言って、仕事もまあ、なんとか終わったな、で、また、ね、明日も頑張ろうみたいな感じでね。とにかく一日が無事にまず終わることがね、なんかこう幸せというかハッピーというかね、なんじゃないかなって最近はずっと痛切に思っててね。で、帰ってきた時に、まあ、ゆっくりご飯食べてる時間とか、ギター弾いて曲作ったり歌歌ったりする時間というものが、本当に幸せだなと今痛切に感じてます。まあ、いろんな幸せの度合いってあると思うんですけど、今日はね、先ほど言いましたが、幸せについてちょっと幸福とかね、そういったことについて考えていきたいなと思います。皆さんにとって幸せっていうのは何でしょうか？ね、いろんな幸せ。ひょっとしたら、まあ、コメントいただけるとありがたいなと思うんですけどね、これ今聞いてくださる方々の中からね、ぜひコメントなんかもお寄せしてますよ。幸せって何でしょうか？いろんな度合い、ね、いろんな幸せという感じ方あると思うんですけども、まあ、この、ね、2年前の痛恨の日からね、2年経って大震災を機にですね、いろんなことがまた目まぐるしく変わってですね、なんかこう、まあ、前回の YouTube ラジオでもかなり前に上げたんですけどね、YouTube ラジオでも言いまして、本当に何にもしてあげられないとか、何にもできないということが本当に無力感みたいなものを感じましてね、本当東北僕は、まあその、遠くね、その被災地からかなり離れた九州福岡という場所に住んではいるんですけども、まあ、とても一言とは思えない事態でね、まあ、ちょうどあの日も、津波が本当に人、というかね、まあ、その車であったり、人、車、そして畑とかをぐわーっと飲み込んでいくあの瞬間を見た時の、こう、あまりにも何とも言えない、本当にショックを超えたものだったんですけども、本当に。とても一言じゃない。という。決してね、野獣馬なんとかとかなんとかでは絶対語ることができないような、そんなものを目の当たりにしてですね、普段自分たちが過ごしていることが日常生活だったりするもの、実はいけないんじゃないか、普通に過ごすことがいけないんじゃないかとか、楽しく笑えることがいけないんじゃないかとか、ニコニコ笑うことがね、とかね。普通に誰かと会話してることさえもいけないことなのかとか、普通に食事してることがいけないことなのかとかね。本当にいろんなことをこう考えて、なんかこんなこともしちゃいけないな、あんなこともしちゃいけないなって、まさしく自粛ムードじゃないけど、なんかそんなことずっと思ってて、まあ、それからまあ2年経って、まあ本当に今はね、いろんなことが普通にまた戻りつつあるわけなんですけれども、まあ、その中で幸せってものが何なのかということさえも分からなくなってしまうようなね。まあそんな日々が続いている。まあ今もね、そういうのが全くの、その普通に戻ったとはいえ、ずっと考えるというか、考えてしまうんですけれども。
まあ、そんな中でもね、本当に今復興に向けてですね、皆さん、まあ、日本全国がね、一丸となって乗り出そうというふうに今なってる状況ですけれども。さあ、その、今回幸せについてってことでね、ちょっとね、これ産経ニュースっていうのをね、今日ちょっとね、いろいろネットで調べてみましたらですね、この MSN の産経ニュースっていうのはこれネットでもありますけれども、ちょっとね、昨日だったかな、おとといですね、おとといかな、3月11日ですね、昨日ですね、3時17分にこれ掲載されたものなんですけども、前東北総局長、これは工藤仁さんという名前ですかね、お名前だと思うんですけれども、の方、この工藤さんという方が、おそらくおっしゃってることだと思うんですけれども、ちょっとそれをね、ちょっと読んでみようと。これね、ちょっと幸せっていうことについてね、書いてあるんでね、ちょっとこれいいなと思って、ちょっと今日読んでみたいなと思います。東日本大震災から2年ということで、普通であることの幸せっていうことで、ちょっと今日それを読んでいきたいと思いますが、東日本大震災は何を教えてくれたのか。仙台にいて被災地を見つめ続けた2年間、ずっと考えていた。キーワードは、普通ではないか。あの日、普通、ね、キーワードってのは普通って。あの日、日本列島にこんな言葉が溢れた。普通のことができる。幸せを感じよう。誰にも日常生活がある。普段は気づかない、この普通のことが、被災地からは一瞬にして消えた。国民の多くは普通にできることがこんなにも幸せで素晴らしいことなのだと、実感したのではないかと思う。被災地では長く険しい道のりが始まった。忘れられない光景がある。遺体の多さに火葬が追いつかず、日本ではほとんど見られない過疎を営んだ地区があった。お父さん、お母さん、こんな形にしてごめんな。涙を流し続けていた息子の姿、普通では考えられない光景が至るところにあった。時が経つにつれ、今度は普通にやろうとすることが足かせになっていった。被災に合わせた制度が必要なのに、制度に合わせた復興しかできない。被災地の主張が口を揃える既存制度の壁だった。補正予算、特別措置法など大きな緊急対策は速やかに講じられた。だが、課題は地域によって様々。被災地の範囲はとてつもなく広い。一くくりで対処するには限界があった。すべて対応できるわけではないが、2年経っても復興の歩みが加速しきれないという事実もまたある。被災地の実情を平時の感覚ではなく柔軟に対応し、かゆいところまで手を差し伸べてほしいと思う。だからこそ政治の強い力が必要だ。それこそが被災地が復興を実感できることにつながるからだ。仙台を離れる直前の今月5日、馴染みの南三陸町の仮設商店街を訪れた。店の気さくなおばさんはなぜかいつもより饒舌だった。客を見れば近所の工事関係者がほとんど。忘れないでね、寂しいよという言葉が身に染みた。あの時国民は被災地を思い、世界は秩序ある我慢強い被災地たちに敬意を表した。今はどうか、忘却関心の薄れはさらに進むかもしれない。時は容赦なく被災地を取り残してしまいそうになるからだ。普通でいい。普通に被災地を思い、自分は何ができるのかをずっと考えてほしい。 3.11 を誕生日とする自分はそれが責務だと思っている。ということでね、これまあ、この工藤さんという方がおそらくおっしゃったのことだと思うんですけれども、これ本当にいいなと。普通でいる、あることの幸せということで、本当にね、まあ、この記事にも書いてありますが、まあ、日常ね、普通であることがもう普通じゃなくなってしまっているという状況がね、ずっと続いていて、自分たちがこういうことしちゃいけない、ああいうことしちゃいけないということさえも、こう、にね、そういう心理に追い詰められてしまうという、そういうね、ことがあったんですけれども、まあ、この被災地の状況ね、含めて本当に火葬が追いつかなくてと、ね、要するに、まあ、ね、いわゆる、埋葬形態という形になっているような地区も確かにありましたね。で、本当全てにおいて本当に尋常じゃないその影響というものが出ているということは間違いなくて、なんかこうやっぱりね、普通でいいんだよね。本当に今ここにも書いてあるけど、普通になんかこうできるということがね、やっぱりこう何なんだろうなと、本当そういうことを考えていかなきゃいけないんだなと本当に思うんですけれども、まあ、なんとも
ね、このもう記事、まあ、このね、記事自体が本当に物語ってるもん、本当まさにその通りなんだけどもね。本当に自分たち何ができるんだろう。僕はね、ずっと考えて、僕はこういうことで、なんかこう、歌歌ったりとか、音楽やったりとか、ね。そうやって、そしてこうやって YouTube で動画のね、投稿活動するということが、何かの助けになるかなとかね。全然それは銭金じゃなくてね。なんかそういうことなのかなと思ったり、まあすることがあるんですけれども。なんていうかな。ね、いろんなことで何ができるんだろうって考えてね。ね、いろいろ生活物資をね、送られた方もいらっしゃると思います。いわゆる現金を送られた方もいらっしゃるかと思います。ね、いろんな形で僕たち何ができるんだろうということでずっとね、考えてきているんですけれども、本当に、ここに書いてある通り、普通でいいと。普通に被災地を思い、自分は何ができるのかをずっと考えてほしいっていうことでね。まあ本当に、今政治もね、まあいろんな政党がこう変わったりとかしてね、本当に、なんかこう、そんなことをやってる場合じゃなくて、もっともっとその震災に対する復興だろう、なんだろうっていうことも、ね、もっと目を向けてくれよっていう気持ちもね、なくもないんですけれども。なんかこう、なんとも言えない、なんか言葉がね、どうしても止まってしまうんですけどね。普通のことができる幸せっていう。本当ですね、幸せってなんだろうって今さっきずっと言ってるんだけど、まあね、本当に日常生活ができるっていうことはこんなに幸せなことなんだということもね、まあ本当に痛切に感じてるし、ね、本当にほっとしてるってことも一つの幸せなのかもしれないし、愛情に幸せを感じる人もいるでしょうし、ね、普通にこうゆっくりしてることが幸せということもあるのかもしれませんけれども、まあ、とにかくね、僕最近のモットー、先ほども言いましたように、一日がハッピーというのをね、掲げているんですけれども、まあね、そんな曲もね、作ったんですよね。今日はね、ちょっとその一日がハッピーという曲を作ったんです。それもね、ちょっと弾き語りでね、やりたいなと思います。このね、記事から感じること、何を感じられたでしょうか。東日本大震災が教えてくれたこと、幸せということ、普通である幸せということ、まずこれが大きいでしょうね。大震災で教えてくれたこと、そしてまあ人間がどれだけ無力かということもなんか教えてくれたような気もするんですけれども、まあこの普通であることの幸せというものが、これからね、僕らが明日、明後日、しあさってと歩んでいく上でね、何かプラスになることがあるんじゃないかなと思います。もうね、マイナスマイナスということばっかりをね、まあ考えても仕方がないなと思うし、できればいろんなマイナスの方向がプラスの方向にね、転換できないかなっていうふうに思う、そんな日々ですが、どうでしょうか。普通であることの幸せ、本当に大事なことだと思います。さあ、今からですね、私の歌を、まあ拙い歌なんだけど、歌うことぐらいしか脳がないんだけども、この一日がハッピーという歌をやります。さあ、この歌がね、皆さんの心に届くようにね、歌います。聴いてください。一日がハッピーって歌ね。ちょっと拙い歌だけどね、いろいろあってね、まあさっきも言ったけど、本当職場でまあでもないこうでもないとか言われて、僕もいろんな頭に来ることも多いけど、僕はね、周りではそういう風に、まあ、僕自身は毎日そんな毎日でね、だけど家帰ってこう飯食ったりとかすることが本当に、まあ、さっきもね、普通であることの幸せってありましたけども、大事なことなんだよね。なんか普通にこうご飯食べてたり、ね、仕事の疲れを癒すためにお酒飲んだりとかさ、こうやってギター弾いたり
歌歌ったり、それがねなんかこう僕にはたまらなく幸せでね、まあ仕事は嫌で疲れるけどこういうことができりゃなんだかんだ一日ハッピーでいれるかななんてね思うんですけども、じゃあ歌います。ただいまおいらは生きる、何かいいことがあったのかいって、いやいやそうではないんだけれど、心が妙に軽いんだ。最近仕事は残業続きで、無理したくなくてもしなきゃいけないし、体はとても疲れているけど、全て終わればハッピーだね。10代そこそこで社会に出てみりゃ、頭に来ることも多くなった。あでもないこうでもないと罵られ、理不尽だらけで困惑、でもマイナスな気持ちばかりじゃやってられないと思うようになった。できるだけハッピーでいたいと強く思うようになった。最近のオイラのモトは、一日がハッピーであることを、無事に終わったなんてね。さあ、まあ、一日がハッピーという歌をね、歌いましたけれどもね、まあ、どうでしたか？まあ、ちょっとね、拙い歌でしたけど、僕はね、歌歌ったりするとかね、いろんな、まあ、その歌歌ったり、その、ね、なんかこう、まあ、テレビ最近あんま見ないんですけどね、なんかこう、歌を歌うことだったり、曲作って、たりするとかね、まあそういったことの幸せがなんか今にとって僕には幸せかなと思ったりしますね。もちろん家帰ってきて、母親のあったかい手料理を食べるということもまあ幸せの一つかなとも思うんですけど、あの震災からまあ幸せってなんだろうかとか、まあいろんなことを考え続けてきたんですけど、まあ、ね、今日このまあ、幸せって何かなということで、まあねこれ本当に壮大なテーマであるんです。幸せって何？これが幸せだっていうのは人それぞれ皆さんありますから、あられると思うのでね。あれだと思うんですけど、とにかく、何か普通であること、まあ、この前ね、先ほど言いました、この記事、産経ニュースの記事でも、書いてありましたけど、本当に普通である、ね、日常生活、本当普通であることが何どれだけ幸せかっていうことも、これやっぱ一番大きいかなと思うんですけどね、これが幸せ、本当何よりの最大の幸せじゃないかなと思います。だから、まあ、僕思うんだけど、いろんな場所でね、自粛だったりっていうのが、一時ムードが続きましたけども、いろんなことをね、その考えて遠慮したりなんたりっていうのを、
ね、考えて、人に対する配慮とかね、そういったことも考えたりするような、こともあったんですけれども、なんていうかな、まあ、まずはその、具体的に、例えば復興とかって考えていくと、そのね、義援金を送ったり、ね、まあ、わずかな生活費から出す義援金だったりとか、ね、物資を送るとか、まあそういったことが、まあ、例えばできることといえば、そういうのが具体的に復興の一つとなってはいくんだけどね。まあ、いろんな意見あると思います。このラジオをやること自体もね、僕も本当に悩みました。正直本当に悩んだんです。こういうことをやってね、お前はね、こういう人事なようなことを語りやがって、まあ僕人事だと思わないんですけどね。人事と思わないっていうかね、まあちょっとこう、心境的には複雑なんだけども、複雑だけれども、僕の本当に昨日震災から2年ということでね、まあそういう話があって、まあいろいろ考えることがあったので、ちょっとね、なんかこう、何かやらないわけにはいかないと思ってやってます。いろんなご意見あると思います。なんとけしからないことやってるんだと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、これで何か人の心に、こう、なんかこう、ね、例えばなんかこう、ね、例えばなんかちょっとこう、心がほっとするようなとかね、何かこう、皆さんの中で何か心に残ることがあればということで、今日この、まあ、ことをやってるんですけどね。ちょっとね、30分超しちゃったけど、まあ、ちょっとね、いろいろ話したいこともあるので、ちょっと、もうちょっとだけ伸ばそうかな。ということでね、まあ、いろいろなご意見あると思います。これをやること、このラジオ自体やること自体もですね、本当に僕も前に迷った結果、まあ、挙句ですね、今やってるんですけれども。ということでね、今幸せについてやっていったんですけれどもね、本当東北僕も一回、まあ、先ほど言いましたように本当に訪れてですね、本当にいい場所だなと、それこそ岩手ね、今でこそ世界遺産になった中尊寺だったりとかですね、青森は、白神山地行きました、仙台、最初東北、の地を降りたの仙台でね、それこそ松島の夕日がものすごい感動的で、ちょうど秋口でね、やっぱ夜になるとすごく寒いんですね。夜というか、まあ夕方、夕暮れ時だとすごい寒くてですね、でもね、そのなんか、まあちょうど秋口、冬にが近づく、そんな時期でしたけども、本当にその当たる風が頬にこう落ち染みてですね、それを見ながら、こう感じながら見る夕日がとっても感動的でね、本当にこう、幸せなっていうかね、なんかこう本当に感動する光景をずっと目の当たりにしてきたんですけれども、まあそんな場所がね、まあそれこそ松島の地区もですね、すごい綺麗だった場所が津波で一瞬にして破壊されていくっていう、そんなテレビで見て本当ショックだったし、今はね、だいぶ、その、ね、また元に戻りつつあるみたいですけれども、またね、東北本当行きたいなってずっと思ってるんですけどね、本当にいつか行きたい、そんな気持ちです。本当にまた訪れたいと思ったし、感動を与えてくれた東北の美しい風景がね、本当にこう海沿いをこうね、ちょうどバスで行ったりもしたし、本当にリンゴ畑だったり、リンゴの木がこうなってるところもいたりとかね、岩木さんがね、こうバーッとこうダーッとこうね、そびえ立つ風景が見えたりっていうものをこう思い出すとね、やっぱり感動しててね、また行きたいなって、そんなことを思う日々です。ということでね、美しい東北の地がね、また元に戻るように本当に僕は切に願っております。これ本当です。何にもしてあげられないんだけど、でもね、こんな形でこんなラジオっていうかね、歌を歌って弾き語りをラジオでやったりとかするとかね、いろいろアコギの、例えばね、こういうことだったらどうだろうとか、ああいうことだったらどうだろうって、アコギのネタとか、いろいろ音楽ネタもね、こうやって、大堀一二さんの、チャンネルでね、いろいろと、まあ、週末ですけどね、いつも投稿しております。ぜひね、コメントとかもね、このチャンネル書き込みますのでね、ぜひ、いろんなことを、ね、コメントいただいたりとかするのがすごい僕の力です。ぜひね、全国の皆さん、そして東北の皆さんもとよりですね、本当にいろんなね、コメントも寄せていただきたいなと思います。そして、これからも堀ちにさんのチャンネルをね、本当によろしくお願いしたいと思います。ということでね、まあ壮大なテーマだったんですけども、まあちょっとまとめづらかったんですが、今日この幸せについてということで、
ね、震災から考える幸せということで、今日ちょっとね、40分ぐらいちょっとやってみたんですけれども、最後にね、まあ、この歌がね、この歌をカバーなんだけど、まあ、ちょっとやりたいなと思って、ちょっとね、最後にそれで締めたいなと思います。僕の好きな長渕さんの歌からでやろうかな。じゃあ聴いてください。これはね、別でまたこの曲をまた別でアップしてるので、このそのね動画の方も見ていただきたいなと思います。最後 Tomorrow っていう歌を、カバーで締めたいと思います。では皆さん、また次の回でお会いしましょう。これからもね、お堀一二さんのチャンネル覗きに来てくださいね。じゃあまた次の回でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。このまま死んでも構わないと僕の胸の中君が泣いている。このまま生きたい、くるみを塞いでも僕の腕の中君がつぶやく。私だけのあなたに、あなただけの私に、話さないで片時も、私の命はあなたのためだけに生きている。を信じて Tomorrow Tomorrow 愛に立ち向かう。涙に今口づけた君を抱き寄せ、ずっとそばにいるよ。これから僕らは互いを見つめて、吹きすさぶ嵐へ、永遠の旅に出る。僕だけの君に、君だけの僕に、話さないで片時も、僕の命は君のためだけに生きている。明日を
信じて Tomorrow 愛に立ち向かう、